さあ皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。モンスターハンターストーリーズ2やりましょう。さあいきなり伝承の木から始めました。でパオルフのね遺伝子、テクニックタイプの技をちょっと覚えさせました。で、エンジェルブラブラキディオスですね。ちょっとねやっぱテクニックタイプが今私のパーティーいなくてね、まあ音も探検隊また今度やっとくわ。あのテクニックタイプがいなくて、パワー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 スピードみたいな感じだったっけ俺のパーティーって。まあ頭おかしいんだけど。ね。まあ、そんな感じなんだけど、まあ気にせず行こうぜ。さあ、とりあえず今日行くのは、まず、ハルツガイの岩山。大穴調査からですね。ハルツガイ。だいぶ昔のとこやな、ここ。行ってみようか、ハルツガイへ。来た。大穴へと続く洞窟は高台にあったわ。レウスへ飛んでいくと楽かもね。ひょー飛んでいく便利。なんか今までと違っていろんなところに生きるようになった。キングモンスターがいるぞって。モノブロスだ。でもうモノブロスとかも雑魚だから多分うん、あそこにいるのは、えアルマ、俺の第二の師匠アルマさん、何してんだ。なんかそこに人持ったけどな、別の人も。え、これ過去の仲間がもう一回出会って協力していくの。激アツ展開ではそれは。うっす。久しぶりね、アルマ。元気してた？お久しぶりです。エナ様。どうも、久しぶりです。みんなも元気そうでよかった。あれからレウスがどうなったのか心配していた。いや、レウス覚醒したよ。空飛べるんだよ、もう。に捕まったり、ね。レウスが奪われそうになったり。本当だよ。大変な目にあったんだぞ。ルルシオンが一番やばかったわ。でも、レウスが空を飛んでくれたおかげで、ね、俺たちは無事だったんだ。そう。さっき、レウスが飛んでくるのを見た、うん、生きることも難しそうだったあのレウスが立派に成長したんだな。もう数日数週間とか多分そんなぐらいだよね、進んでるのってゲーム内で。よく飛べるようになったわ。ここへは大穴を調べるために戻ったの。 あるんだっけ大穴。最近になってほう大穴の光が変化してきています。これ気になるんだよ。大きな災害が起きる前触れではないかと村人は不安がっていて。なんか色が変わってるんだって、光の色。大穴は自然現象だ。なんだろうね。ベドが言っていたように大穴の底にはモンスターがいた。やばいやついたよ。はい、ベドが言っていたことは本当だったと。チョロがそれを聞いたゼラード様は、うん、大穴の調査に向かわれました。ゼラード行ったんだ。そう。ほう。彼らはハンターだ。大穴の調査に協力してくれてるハンターのカイルとお供の月野だ。よろしく。ほら、アレルギーがあるの。握手しないの。アレルギーが。握手。遠慮しておきます。うん、ここを進んだ先に大穴がある。うん。本当は俺も一緒に行きたいが。俺が一緒に行く。頼むよカイル。彼が一緒なら大丈夫なのか。うん。意外と強いよ。そこそこ。絆があれば大丈夫だな。いやー久しぶりにアルマと会えてマジで嬉しいな。なんかさあアルカラの大穴来たんだけど、なんかちょっと気になったんだけどさ、アルマの前に人いなかったっけ。もう一人ぐらいいるよな。これ誰しょ、なんて言った初心体これ。いや この間なんか何大穴がいた時で調査に来ました。あー通っていいよってことなんだね。えアルカラの大穴、アルマどこ行ったんだ。さあじゃあ今からね、この大穴と調査にね、乗り出していきましょうか。ハルツガイ、ここも、あれだね、空飛べないで。パワーウルム、これ強硬化してない敵が。普通に。え、なんか雑魚敵全部強硬化してない。ちょ、怖いから逃げようぜ。え、マジで言ってる。え、いやいや、やっぱ強硬化してるよな、全部。これ。どうすんだこれ。登ろう登ろう登ろう。怖い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 。敵がすげえ強くなってるってことだよな、要は。怖い。リオレイヤもめちゃくちゃね、強硬化してる。アルマ元気そうだったな。そうね、でもゼラードもルトゥも離れてみたいだし、ルトゥが心配。ルトゥの村のみんなのために早くここにアルトゥーラがいたら何とかしなきゃ。アルトゥーラここにさすがにおらんと思うけど、あれはなんだ、モノブロスだ。やっぱありとあらゆるキングモンスターだったりそういったモンスターがもう雑魚的となってるね。で思ったよりここ広いね。まあでも敵ガンスルーしてるからね。うおー、え
待って、行き止まり？ちょっと待って、ちょっとおかしいおかしいおかしい。おー、右があったわ。うーん、おー、ティガレックスもいる。モノブロス、リオレイヤー、ドスジャギー、そしてティガレックスだね、ここにいるのは。うわ、なんか確かに色濃くなってる。もうすぐに穴が見える。何か見える、起こるかわからない。準備できてるな。準備できてないな。ちょっとトップオートモンだけ、レウスにしとこう。行きます。バトルの時間だ！ドキドキする。頑張れ。頑張れ、俺。さて、色が、いや、これ、より赤くなってる？なんかでも、濃い、濃さは上がってる気がするよ、濃度は。何？次の。どうしたの？シュワーって、なんか、焼けてる？帰る見て、これ。何？切った跡だ。まだ熱を持ってる。近くに熱で切る？ディノバルドかな？うわぁ！出てきよった。尻尾斬撃丸、強行化してる。いや、全部何でも強行化してるやん、これ。え、な、大丈夫かいな。帰る、ありがとう。やばい、研いでる研いでる尻尾。うわー、危ねえ。助け合うか、二人。怪我はない。おい、掘れるなよ。何見とん、どこ見とんねん、お前は。準備はできてるんだろうな。いけるよ。最後しようか、バトルだ。強硬化してる。何竜って言うんだっけ、この子。残高な竜だっけ。忘れちゃった。はい、というわけでいきましょうか。バーサスディノバルドで、リノくんですね。残竜、あ、そう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 、残竜。尻尾で来たのか、気をつけろ相棒。まあ、パワータイプだと思うけど、パワーで押してみましょうか。パワータイプだ、やっぱ。じゃあスピードタイプだぞ。スイクレウス、いって、100食らう。あ、これスピードタイプ俺が出せば、あの、一緒にアイコでポンでできるんだけど、まあネギデマルかな、ここは。出すべきは。ネギデマルってのは、強いんだ、みんな。見とけよ。なんで、帰る、お前、スピード攻撃だったろ、今。ちょっと、カエル困るよ、そうやって切り替えてくんの。最低だ、カエル。ためとかせんでええで。うれい、真っ向勝負勝ち。ゴリ寄せ。さあ、ここまでゴリ寄せってなったけど、何もできないので、とりあえず殴ろう。火球ダメ、打てたな、火球。ほい。火球ダメじゃ何タイプなんだろう。ドーン、いい火力。熱を溜めてる、気をつけてみんな。さて、テクニックタイプに変わったと見ていくか。いや、スピードでいったらあかんやろ。変わってるやろ、さすがに。さすがに変わってると思うから、レウスに変えておくで、ここは。よし、またレウス。パワータイプに、いや、効くと思う。頭部狙いましょう。じゃあ、スピードかー。テクニックでいかなあかんかったか。いや、テクニックいねえわ。おお。222よ。はあ、嘘だろ。レウスいて2回攻撃やし、しかもこいつスピード攻撃でゴリ押ししたいとこなんだけど、とりあえずピカチュウ、我が友よ、ピカチュウ頼むぜ。これやばいな、結構ボコボコにやられるかもしんね。ディノバルド、ネルギガンテあたりから敵がかなり強くなってた気するから。待って、俺テクニックでいかなあかんのに何俺出したんだこれ。間違った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 、何でスピード出してんだ俺。まあいいや、ねえ、痛え、火力高えよ。まずいってこれ。さ、顔面ぶっ壊したいとこなんだけど、テクニックタイプ、テクニックタイプ、え、誰かテクニックタイプ使えたっけ。いないんだよ俺のパーティー。そういや、だからネギデマルが覚えたんだよね、テクニック。ネルギガンテ頼むよ。オトモンスキル、キラープレス、プレプレしよう、プレプレ、キラープレして一緒にプレプレする。完璧、いくぜ。せい、強すぎる。火球、あっ、カエル大丈夫か。あ、カエル死んだわ。ふう、やべ、いちいちやられたぜこれ。まずいな普通に。さあ、これ何してくるかわからないが、とりあえず殴っとこうか。火球、ひたすら火球だなこいつ。さあ、原子はマックス。カエル大丈夫か。カエル死んだよ。いたぜ。どうする。うわ、ネギちゃん、まずいよ。
これ、王が熱を帯びた。来るぞ。これまずいな。これは味方に任せる、まず。で、なんたら、なんたらティックアロー。いやでも、ネルギガンテの苦しんでる姿見たくない、俺。乗ろう。理屈じゃないんだ、この攻撃。いきます。2倍速。で、ぶっ壊しましょう。二人の協力絆技、行くぜ。かっこいいたくさん弓矢とネルギガンテの分かんないパワーが激突。2500、バカ強いが、バカ強いが、これ何で押せばいいか分からんから、スピードで押すか、みんなで尻尾切った方がいいの、これテクニック、あかんやん、パワーで押さなあかん、今みんな負けてる。ブルーン、火力高、テイルブレードで、俺死んだ、一撃、待って待って、一撃で死ぬの多いって。俺防御力上げてきたんだよ、実は裏でさ、ジンオーガの防具レベルマックスまで上げてきたんだけど、それでこれだよ、やばすぎるでしょこれ。さあ、ネギマルくんはちょっと置いといて、ね、王子行こう、王子、王子頼む。よし、いやこれ何タイプで来る、で殴っとく、とりあえず尻尾が何効くだろう、ハンマー効くかな、スイ、ちょもうぶっ壊さんの負ける、マジで残熱陣、ワンチャン死ぬんだが俺、いや効かん、これもヘイ、誰、全体攻撃だ、うおー、いてー、ダイダラを火傷になってる、ガチ死ぬか、これ尻尾終わってるよな、待って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 、これ普通に負ける、せめて粉塵、粉塵するわ俺が。ねえ、肉食っとけ、肉も食っとけ、パワー攻撃、スピードどうせ、普通に負けるかこれ、ネズ、よし、さあスピードあったっけ、ある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 、ちょっと待ってよ、尻尾切りてえな、こいつ尻尾が厄介だからな、さっさと壊しておきたい、ディオサロー爆破やられに変えとこう、で早く乗り込みたいで、今回ね、3すくみが全くうまくいってないんだよね、今回それがマジでまずい、せい、全部効かねえのかこいつ、いけ、やれ、ナイス、よしよし、来た、あったあったあった、さあ状態変わってくるな、これはよいしょ、乗っていきましょうか、またこれダブルアクションする、ダブル行くか、好きね、ダブル胴体行こう、よし、さあまとめてドン、1800、いいダメージ、またなんかしてくるなこいつ、さて武器的にはハンマーのまま行こうか、今度はよし、何してくるやろこいつ、普通にうざいな、なんたらチャクラ、へい、14ターンか、だいぶ長いこと戦ってんな、うわっつい、俺ワンチャン死ぬんだマジで、やめてもらっていいですか、てか俺とね王子どっちかやられたら負けなんだよこれ、ガチめに負けそうなんだけどこれガチめにやばいがこれ、どうしようかな、テイルブレード300、あ終わったで、これで終わりじゃないよな、火力高くね、もう絶対死ぬんだよな、ディノバルドのそのね残熱陣、あ全体攻撃かこれ、よかったこれ、ウェイ、普通に重いよなあの攻撃、さあでも残熱陣やった後ってクソザコピカチュウになるのでクソザコピカチュウで別にピカチュウじゃないんですけど、クソザコピカチュウになるので、今のうちに回復しておきましょう、粉塵で、カイル全然回復アイテム使ってくんねえんだけど、ハンターとしてどうなのそれ、カイル、お前死んでもやべえんだからだ、マジで、ナイス、リノバルドで弱点なんだろうなこいつ、よし、来い、よし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 、いやスピードタイプ、スピードタイプ、スピード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 、ガンスピ、ガンスピしよう、ガンスピ、さっさとね、待って、待って待って待って、スピードスピード、間違って、間違う間違う、こいつガチ強えんだわ、あのね尻尾をね燃やした時がね一番だるくて、なんたらチャクラムって技してくるんだけど、それがねまあ強いんですよ、
さ、これは押し切れるかな。これや、これフレアチャクラムってやつ。この技をされると確定でもう相手がね尻尾燃やすんですよね。せいや、家賃、しかもこれいてんだわ。チャクラムどうにかならんかこれ。うえ、さあ尻尾燃えたので、今度パーテクニックタイプに変わります。さあテクニックタイプに変わったので、これやばいよな。王子出すか。王子ミリティックアローいける。頼む、ミリティックアローしてくれ。やっつけてくれもうこいつを。きつい。ミリオテックアローだった。落として、そろそろ。まだ落ちない。向こうよだれ垂らしてるよね。だからもう勝ち筋なんだよ。これ回復してくれる。ありがてえ。回復受け取ろう受け取ろう受け取ろう。テクニック攻撃、いやー回復でカイル狙ってるのかこれ。ドン、サンドショットで目つぶし。入らん。水弱点か。テイルブレード、せい。うわー俺一撃で死んだって。ふざけんなよ、なんで一撃で死ぬんだよ俺。バカだろ火力、バカ力やめろ。これで全体攻撃してくるって感じかな多分。また残熱陣で、あれ死ぬ俺もしかして。これ生きてる。目つぶし、いいよ。全体攻撃避けて、ミスならぬ。上で、これで相手はで、プラズマクラッシャーでどんな技だっけ。全体攻撃だっけ。ね、単体雷。スピードじゃないとあかんねんな、ここ。どうしよっかな。今、美味しい状況だよな。生命の粉塵使ってくれてるから、カイルが。甘じで受け入れて。ねえ。行きましょう。多分、俺もう死んだら終わりなのよ、マジで。カイル、回復、回復頼むよ、回復。粉塵、粉塵、分かってんな、おめえ。分かってんな。マジ負けるからな、これ、本当に。ギリギリだからね。レベル足りてないの俺、マジで。いやよかった勝った。腕上げてるな。そっちもいい線いってるって。いやガチギリだったぞ今。俺そこまでやられると思ってなかったからな、ほんま。ねえ、破局滅人戦天だってかっこいい。なんそれ。いやディノ君か。ちょっとなんか自分の力不足、能力不足をちょっと感じられるような、そんなね戦いでしたね。ネルギガンテからそうなんだけど、一撃でやられることが増えすぎてる。重い敵の火力。アルトゥーラはいなかったな。ここ何なんだろうね、アルトゥーラいないけど。あなたたちが言った通り、光の色が変わってきている。ねえ、赤い。カイル。ああ、分かってる。なんかあんの？なんだ？何が分かってんだ？どうしたんだ？あんたらと合流する前に調査した大穴より、ほう。色が濃くなってる。なんかの予兆？なんだって？アルトゥーラが動いているのか。あ、消えた光。アルトゥーラ元気になってきてる？わかんない。次に行こう。あんだけでかいだと食うもの多いわな、ほんと。レウス食い散らかしてんやろか。知らんけどさ。で、レウスと戦ってんのかな。よし。とりあえずここ終了だね。待っててくれたんだな。ありがとう、アルマ。みんなが心配で。大穴は。やばかった。強行化したモンスターがいたわ。ディノバルト、どうしよう。やはりそうでしたか。逃げた方がいいよ。手に傷が。ほら。その傷は。うん。エナを守った時のか。おい。あの時のカイル、とってもかっこよかったんだ。イチャつくだお前ら。やめろ。守った。やるべきことをやったまでだ。カイルも守られていたけどね。守って守られて。イチャつくだこら。感謝する。さあ、ここを出るぞ。おう。エナ様、長老に会って行かれないのですか。え、おじいちゃん、会っとく？そうしたいけど、急がないといけないの。はい。アルマ、おじい様と村のみんなのことをお願いね。了。わかりました。エナ様たちの元気そうな姿を見られて、安心しました。ですが、レウスを奪う者たちの正体も分かっていますし。彼らがいつまた現れるかわかりません。くれぐれもお気をつけて。なんかいたよね、そんな奴ら。俺たちに任せてくれ。じゃあな、アルマ。はい。ああ。エナ様のこと、頼んだぞ。任しとけ。ちゃんと守るから。俺が守るから。俺が。
大事、俺が守るから。じゃあな、やっぱかっけえな第二の師匠は。帰ってきたよ。いやさ、俺弱いわ。俺ガチで俺弱いわ。ちょっとね、鍛えねばならんな、これは。確実に防具とかじゃなくてレベルだわ、多分今足りないのは。なのでちょっとね、次回までに古代巣巡ったりとかしてレベリングしておこうと思います。で、挨拶しないでたけど話しとこう。してよ挨拶。はい、してくれんかった、マジか、冷た。じゃあ終わりましょうか。さあ皆さん、チャンネル登録した方、チャンネル登録や高評価よろしく。次回レベル上げ頑張ります。また見てください。オートポヨー。